神ムービーすぎんだろ。おっと、おめえはよくやったよ。こっちがちょっとずるくなっちまったかな。でも今回はお互い様だろ。次は必ず奥の手なしの真剣勝負だ。また出会えるの待ってぞ。ブー。いや、これは本当にすごい。マジでいいムービーすぎる。そちらも終わったようだな、カカロット。お、あ、あれベジータ、オラどうやって魔人ブー倒したんだっけ。いや、ちょっとかっこよすぎだな、マジで。何を寝ぼけたことを、あの妙な連中が。何だったんだ、一体。いや、なんかすんげえやつがここにいた感じは残ってる。弓、よし。あ、ごめん。ほら、もうすぐに追いついてやっかんな。やっぱ Z っていいね。魔人ブー編いいわ。はあ、なんか様子が変だと思ったら、こっちにも一言くらい伝えておいてよね。あー、やべえ、めっちゃキレてるやん。ひゅう、相変わらず読めない相手ですね。本当だよ。そうね。でも今回は一応助けられたことになるのかしら。まあ、ダーブラなんかもう死んだし。まあ、ヒューの側にそういう意図はなかったでしょうけど。まあ、まあね。何にせよ、気は緩めないようにしておかないとダメね。まあ、でもダブラ、おじちゃんいなくなったからな。どうにかして普段から協力したりだとかは。それは無理だろ。難しいかな、やっぱり。トランクする。ちょっと、また来てたとか言わないでしょうね。だったらちゃんと教えなさいよ。こんなこと言って、だいたい後ろにいるイメージなんだけど、まあ、いないんだ。まあ、破壊される未来、復讐者ベビー。まあ、これの、僕側を選んでみようかなっていう。まあ、とりあえずやっていこうか。これなんだこれ。あー、これムービーか。さあ、やっていきましょう。貴様、なぜ俺と似た気を持ってやがる。ほー、それだけか。忘れたとは言わせんぞ、サイヤ人の王子。なんだと。いや、この木、さてはツクル人か。お前の体でお前と戦うとは、なんとも奇妙な事態だが、ベジータの二人も必要あるまい。さあ、覚悟しろ。はい、つうことで、マイクの音声切ってました。とりあえずやっていこうか。よいしょっと。それじゃあ、ベジータくん、よろしくね。ベジータくん、よろしく。なんなんだ、貴様らは。邪魔をするなら、倒すのみだがな。まあ、そうなるよね。ところで、ベビーはなんでおじさんに手を貸してるの？確かに。これは契約だ。我々は技術を交換条件にしている。規制の力と暗黒魔界の力、どちらにとっても有益だ。なるほどね。規制の力。おじさん、誰かを操ろうとしているのかな。暗黒魔界の力なら僕も教えられるけど。ベビーって契約してたんだ。あんまりね、前回は見れなかったからね。取引は諦めて、ちゃんと戦うしかなさそうだね。まあ、とりあえずぶっ飛ばすだけ考えればいいか。はい、じゃあ終わり。所詮はこの程度か。ネオマシンミュータントとやらも。ネオマシンミュータント、多分これ GT のあれかな。こんなこともあろうかと。なんだそれ。なんだそれ。でも体力減らないぜ。それに
暗黒魔界の力をよこせ。エネルギーの浪費は避けたかったが仕方あるまい。これで大ダレになるんだよね。正直言うと弱体化だよそれ。さあ来いよ大ダレベビー。なかなかこのままだとこっちが不利だな。そろそろ助っ人が必要かもね。よし、これ来るね悟空が。さあ悟空 GT も襲来。襲来おかしいな、襲来っておかしいな。探しの宇宙船から君だけ連れてきちゃったんだよね。すんげえことすんなおめえ。ここなんかすんなり進めてるけど本当にすげえことすんな。あいつが悪さしてんだな。よし行っちゃいやっか。この俺に勝てると思うなよサイヤ人どもめ。ベビーお前正直簡単すぎて喋ることすらない。さあほらもうなんかダメージもあんまり弱いんだよな。で簡単にブレイクできちゃうでしょ。なんか申し訳ねえな。なんかこれ前も言った気がすんな。オーラがいきなり消えちまったからタンもトランクスもギルも今頃困ってったろうな。まあだろうな。慌ててるちょっと想像できちゃうよ。宇宙船の中目先の戦いに集中しろカカロット。それもそうだな。どこに行ってんの。付けようぜベジタ。さあそろそろ終わりにしたいぞベビー。なんかちょっと最近下手だな当てんの。ちゃんと距離取って当てていくと。なんか視聴者のみんなもこれ見せてるけど多分カットしてんのかな。多分カットしてないのかな。まあその日の俺によるんだけど多分カットしてない。カットするのがめんどくさいからカットしてないなこれ。最近の動画投稿さ、なんかもう話変わっちゃうんだけど、なんか15分とか20分ぐらいにしようと思ってたんだよね。なんか30分だとちょっと編集結構疲れちゃって、なんか俺も15分ぐらいの動画でいいやと思って最近はそうしてんだよね。しかもそっちの方が本数上げれるしさ。ああ悪いなベビー。全然おったか。油断したな悟空。このまま握りつぶしてくれる。ちょっとまずいな、どうしようか。そうだ、誰かを決勝で強化すれば。そうだ。でも誰にすればいいだろう。さあ選ぶぞ。君は誰を頼ればいいと思う。孫悟空で。そうだね、悟空くんに決勝を使おう。頼むぜ悟空。おっと、いや全然違うぞ。まさか暴走この木大猿か。今の悟空くんが大猿になったらさすがに僕たちでも手がつけられないな。ミスったか。なるほどな、面白い。何するつもり。今木を渡したりなんかしたら。え、どういうこと。俺たちはサイヤ人だ、限界を超えてこそのな。おいカカロット、こんなところでくたばるつもりか。そんなものではないはずだ。俺が知るお前は地球育ちのサイヤ人孫悟空はな。いい加減に目を覚ましやがれベジータ。おお遅いぞカカロット、力がみなぎってくる。悪いなベジータ、助けられちまった。
手間をかけさせやがって。さっさと片付けるぞ。おかっこいい。なんだこっちの番だぞベビー。やっぱ悟空4もいいな。やっぱスーパーサイジン4ってさ、その落ち着いてる感じなんかな、この野生の感じなんか知らんけど、ちょっとかっこよすぎ。上等だ。奴にできて俺にできないことはあるまい。必ず追い抜いてみせるぞカカロット。いやさすがだよベジータ、お前やっぱ王子だよやっぱ。おっとなんか HP 減らない、減ってるけど、なんかあれだな。とりあえず太陽拳ベビー終わりにしようか。叫んでも無駄だー。間に合い、太陽拳カメハメハ。オッケーオッケー、いい感じに減らしたね。あと残りもうちょいじゃない。さあ一発でブレイクさせて、ブレイクできない、まあ、とりあえずこれでブレイクさせて、あーやばい、あと一撃されない。いくぜファイナルハメハメハくそくそサイヤ人ごときに。お、ギャリコーか。とっととくとおりやれ。今の俺ならおめえになんか負けやしねえぞベビー。おめえにもう勝ち目はねえ。この俺の手で消滅させてやる。行くぞ風拳。やば、かっこよ。なにこれ、ハムレです。さあとりあえずねパラレルクエストやっていこうと思う。あのねもうパラレルクエスト本当にねマジや全然やったことなくて、ほらもうこのひどい結果しようこれここら辺とかやったことないからね。まあそういうことでね、とりあえず今回はね DLC とか終わった後にやる予定だったんだけど、もう動画時間足りないんでやりましょう。でね、一通り見てって思ったんだけど、なんだったかな？これちょっといいな。これ新速なんちゃら。かっこいいな、これ。ブロリーか。ちょっと、トラウマあるけど、いいでしょう。え、ベジットもいんの？え、待って、身勝手もいんじゃん。これ、マジか。そんないんの？身勝手の攻撃、覚醒兆し。あ、ここら辺は多分もう一個のあれ買わないとダメなんだろうな。え、こんないるんだ。え、じゃあちょっと身勝手、全然来てほしいんだけど。いや、ベジットもいいな。どうなっても知らんぜ。どうなっても知らんぜ。あ、ご飯いいね。ご飯も連れて行きたい。だからベジットが行くってことは、ゴジータでしょう。多分ここゴジータブルーなんだろうね、この下。あブルーじゃないの、ちょっと違和感感じんな。あ、ロゼでいいじゃん。これがスーパーサイヤ人ロゼだ。さらなる限界の先へ。おい、ベジータ。フュージョンって技。ベジータ、終わってどこだ。ベジータの木が見つかんねえ。おい、ごめん、オラたちの力でこいつを止めちゃおう。了解。さあなんかベジータがいなくなったっぽいぞ。ベジータワンチャン見れるかなとか思っちゃったけど、まあしゃあない。じゃあみんな引き付けよろしく。いくぜスーパーベジータ2。おお、なんだ。あ、うわ、出たよ。いや、お前ら何見てんねん。太陽拳カメハメハ。いい感じに歴
史がねじ曲がったみたいだね。でも、待って、ダメージ、えぐっ。おっと、ダメージおかしいんだよな。おお、やるじゃんブロリー。いや耐えれてないんかい。あの時みたいに本気を見せてよ。おお、これはデスボマイナスデスボールだっけ。僕ー、ソキ飛ばし。おお、身勝手、兆しときましたか。なるほどね、やっぱりこういう手が有効なわけだ。となるともう負け角を作ればとりあえず身勝手になるって感じ。孫悟空のあの木、どんどん力強くなっているのを感じるよ。いいデータが取れそうなんだけど。さあブロリー、お前だけは倒す。ブロリー、あれ HP 減らない。また君に邪魔されちゃう。なるほど、他を倒さないといけないか。やばい、みんながやばい。ブロリー、おお、ブロリーだけなんかこれいいな。バイバーイ。お前も、あー、俺技打ってなかった。え、極悪か、じゃあ凶悪か。さあ、二人をすっごく強くしてあげたよ。君たちもエンジン全開でよろしく。いや、やばいな。でも大丈夫、俺ならいけるはず。ひたすら海洋剣カメラメン当てるぞ。ちょっとみんなが死にそうだな。みんな元気カプセル、はい、全開強すぎだろこのカプセル。ちょっと待ってな。おい、じゃねんばー。オッケー、いいね、いいダメージ。さあこれジャネコもやっぱ体力高えな。あー、マジかよ、こっち向くのかよと思ったけど、なんか耐えれてる。お、かっこいい。おー、身勝手。さあ行くぜ、いいダメージ。なんだそれ、当たってんのか。はい、はい。スーパーソウル発動、お前の怒りが心地いいぞ。これ悟空ブラックか。お、いいねー。さあ、これ試してみたいことがあったんだけど、これで、あ、ぶっ飛ばないか。おっと、で、これで、そう、あー、遅かった。まあ、いいや。はい、はい、オッケー。で、これでこう。いいね、ジャネンバ倒したらもうね、こっから楽よ。はい、はい、終わりだ、ジャネンバー。あー、なんか悟空ブラックが終わってた。ないか、あいつ悪いやつだし。ナイスー。あれ、あ、味方蘇生でき、そういえばそうだったな、パラレルクエストってそれができるんだ。いや、しかもめっちゃ体力回復すんじゃん。そんなありっすか。じゃ、いじめよっか、スーパー維新論。おお、隙あり。なにぃ、いくぜ、みんな、ボコボコにしろ。サタデーフラッシュ。お前、このラディッツさんの技、舐めてもらっちゃ困るぜ。サタデーフラッシュ。なんか、弱いな、サタデーフラッシュ、やっぱ。サタデーフラッシュ。ラディッツ、見てるか、お前の技聞いてるぞ、スーパー維新論に。あ、ちょっと待って、聞いためんの忘れてた。うわ、すげえ、みんなすげえな、普通に俺いらないじゃん、これ。だが、俺の方が強い。いや、ちょ、身勝手かっこいいなぁ。おぉ、維新論。ぶっ飛ばされてんのかと思った。サタデーフラッシュ当たんねえ。
こうコンボの合間にやんのかな。ああちょ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 まずいなそれは。悟空ブラック、まあいいわ、とりあえずお前とりあえずいなくてもなんとかなるし、まあ頑張れよ。え待って、このスーパーソウルって味方も回復すんの、まさか。こんな強かったの、フリーザのやつって。マジか、こんな強かったの。ちょっと待って、いやそれだけ受けないとまずい。あぶねえ、ちょっとあのシャレになんない、普通に負けたくない普通に。あ、なんか悟空ブラック復活してるわ。じゃあ終わりだな、ファイナルカメハネハー。まあいつも通りガードされるといいだろう。俺の新しい4倍海王拳で決めてやる。残念、そして終わりだよ。 OK、あれなんか終わってない、あなんか終わってないっぽいぞ。これまさか、あフューか、えフューと戦うの。もう少し、もう少しなんだ。何がなんだ。おねんねしてるとこ悪いけど、もう少しだけ、ね、ちょっと待って、働いてもらうね。ちょっと待って、なんか怖いこと言ってんな。おっとあれちょっと待って、嘘だ、え、ちょっと待って、いや当たってんのかよ、しかもこれ。あぁ、え、ちょっと待って、ダメだこれ、フューぶっ倒す。いやこれちょっと待って、シャレになんないこれは、俺がきつい。いやちょっと待って、ちょっと待ってください、すいません、ちょっと待って、ちょっと待ってもらえないですかね。君のデータを取る日じゃない。いやお前ちょっとあのこれではシャレになんない、さすがの俺も許せない。悪いけどお前から先に倒す。悟空ブラック復活しろ、もう一回助けてもらえ味方に。何、いやその技、うん、全然弱い、まあ食らっていいか。ちょっとダメージおかしいよ、そうマジか、やるじゃん、しゃあない、食らうしかない。止まれ、オーバーリミットは使えない。いやーちょっとイーシンローさん、ちょっと落ち着いてくんないですかね。イーシンローパイセン、イーシンローパイセン、イーシンローパイセン、違うこれ誰だ、いやダネンボか、はぁ、あ、そんなに邪魔するな、ま、シャレになんないこれマジで。うわー逃げろー、すまん、あっ危ねえ、ムービーナイス。あー、見ろ、OK、OK れたか、 OK、OK、OK、とりあえず OK、いいわ。どうしよう、とりあえずスーパー石のから倒すか。 OK、いいぞ、いい調子、いい調子、いい調子、マジでしゃ本気でやらないと。あー、これまずい、あと、間違え、タイミング間違えた。お前、5秒ブラック何回死んでんねん、お前。確かにこの中じゃ一番弱いけど、いや俺も当たってんのかーい。 OK 落ち着け落ち着け、はいはい、あー避けられてます、避けられてます、はいはいはい、 OK いいよ、問題なし問題なし、はいはいはい、なるほど、はい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 、やるじゃん、いい振動ベジット、残念、時飛ばしができるんだ俺には、僕二人に当たったぞ、しかもともうちょいなんだこいつ、やれ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 、終わりだー、オッケー、じゃあジャネンバだけだな、あとはベジットもいつの間にか復活してる、なんかコンピューター優秀だな、あれジャネンバお前もなんか怒られそうだな、あぶねえ、とりあえずなんとかなったわ。さあ、おっとやるじゃん、俺を狙っていいのか、
パズルが終わりだパズれるのは当たり前。あれそれ何それ、あーららららららら、なんか俺が一番弱いかもしれないこのパーティーの中で。残念、時飛ばしはまあまあまあ披露してるから単純に。あ、みんなみんな強えな。なんか、ああ、なんかみんな、パディのみんな強えな。まったく大したやつだぜ、お前は。お、じゃあか。少しつかめてきた急遽スッと、少しずつ攻撃を強くしていってやるぞ。まあなんか、神速なんちゃらはゲットできなかったけど、まあ何回もやれって感じか。後期一戦。ああ、結局ゲットできなかったわ。少し掴めてきた気がするぞ。常時、技力回復量アップ。体力 50% 以下。気力回復速度アップ。まあ、いらないかな。ラディッツのスーパーソウル。すべての攻撃力アップ。10回まで重複可能。お、なるほど。オーバーリミット、オートジャストガード。ああ、弱。それは別にいいや。まあ、なるほど。すべての攻撃が威力アップ消化。これどうなんだろうね、これいいんかな、ま、これはコメントで教えてください。すいません、これは教えてください。